はい、全国のユースケ的に、皆さんこんにちは。ということで、今日はこちら神々の話、パッパラーンよー。はい、ということで、リフォーム中の、ユースケ的電気でございます。リフォームじゃない、模様替えでございます。模様替えの、ユースケ的電気でございますということで、本日はこちらでございます神々でございます。新感覚こすってアレンジヴィンテージ神々シート特許志願中。はい、ということで、ブルックリンスタイル横張り、このデザインが壁紙、何ですか、レンガ調の壁紙シートを、これ壁紙の上から貼ってそのまま貼れる、貼って剥がせるシートです。だから壁紙には傷みません。ベロンってひっつくわけで、だからうまいことつけないとペロンってめぐれてきますけど、そういう壁紙シートをこう貼り合わせてちょっとレンガ調にしております。なかなか雰囲気出るじゃないですか、これね。はい、ということで、簡単にこういうシートが、これはね、違うシートなんですけど、最初これにしようかなと思って、ちょっと、こういうシートでございます。こんな、こんな感じかな。こんな感じで、ちょっと木目調の、こんな感じになるんですよ。綺麗というか、まあ、雰囲気出るでしょ。で、これを自分のサイズに切って、こういう風に切って、こうずらっと。例えば、これだけで言うと、ほら。なんかここだけなんかヴィンテージの、なんかそれっぽいね、雰囲気出るじゃないですか。そういう感じのシートをこう自分でちょきちょき切って貼るということで、こう雰囲気で出てるわけでございます。ちょっと殺風景だったんでね、ここを電気つけてるんですね、こう。でもこれもね、ちょっと変えようかな。まだちょっと気に入ってない。この辺ちょっとね、何パターンかちょっと変えながら、ライティングと、ちょっと考えながらこうね、撮るということでございます。こういうのはホームセンターにパンと置いてますので、ちょっとまあ雰囲気をね変えたいっていう、ちょっとまあ大層なリフォームじゃなくて、軽くちょっとこう、ちょっとまあ気分転換に、なればなと思います。はい、こすってアレンジヴィンテージシート、これごめんそんな名前じゃなかったな。こすってアレンジヴィンテージ壁紙シートっていうぐらいなんで、これちょっとね、これをここをね、ちょっとここ、ちょっと変わる、こすってアレンジ変えれるんですよ。ちょっとまあ、もうちょっとこう、ヴィンテージ感出したりとか、ハゲた感じを出したりとか、そういうことができます。このレンガスタイルではなくても、こういうのも、こすってアレンジシリーズならば、ちょっとこすると、ちょっと雰囲気が変わるということで、もっとアレンジが可能と。で、そういう普通の壁紙の上から貼って、そのまま一応剥がせるということになってます。まあ、ちょっと、ただ、長いこと貼ってると、多分、焼けのね、壁紙の色がちょっとそこだけ白いままとか、焼け具合は変わるとは思いますけども、それほど傷まないと思いますので、ちょっとアクセントにはいいんじゃないかと思います。はい、ということで、ちょっとリニューアル中のユースケ的電気でございます。ちょっと壁紙貼ってみましたということでございました。はい、また、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、ユースケ的電気はチャンネル登録、コメント、高評価、どんどん募集していますので、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それではツイッター、メブロ、フェイスブック、ツイキャス、全て含めてユースケ的電気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。